このように市長は自分自身を含む市長執務室の職員全員を1週間無休給させると発表しましまた無休給といいますと普通はその期間は自宅待機をするものですが市長自身はこの期間、無給で働くとニューヨーク・タイムズが報じています。 今回の影響を受ける職員は495人で、10月の1日から来年3月にかけて、順次、無給休球をします。 市の歳入はコロナ対応で90億ドル落ち込み70億ドルの予算削減を余儀なくされました今回の無給気球による節減は100万ドル程度と大会の一滴に過ぎないもののより広域な市職員の組合との賃金交渉で前向きに受け止められる可能性があると市長は見ています。 そして今後の賃金交渉次第では2万2000人の職員がレイオフされる可能性があると警告しました。しかししか市長はこの日ののの日会見をををニニュューーーーヨヨクク底力を信じてて次のように終わりりましたた打れ強い街ニューヨークコロナ禍を乗り越えて いかなる復興を見せていくのでしょうか。